岸田内閣の支持率下落が止まらない。11月の世論調査では朝日新聞25%読売新聞24%毎日新聞 21%NHK29% でいずれも内閣発足以来最低を記録した増税メガネと揶揄され岸改正の所得税減税は不発さらに副大臣や政務官の辞任ドミノ 岸田文雄首相の総理の器を疑う声も増す一方で、ついにポスト岸田探しの報道も出始めている。まさに混迷といった状況だが、では、こんな時にあの人にもう一度首相をと世の人々が思うのは誰なのだろうか。 本市は独自のアンケート調査を実施、今、もう一度総理大臣になってほしいのは誰を全国の30代から50代の男女500人に聞いた。対象としたのは、最近50年の主な元首相7人、個人含む、だ。では、もう一度総理をやってほしい、上位4人から見ていこう。第4位、菅義偉、74票、短命ではあったが、 やるべきことはしっかりやってやめた人だったと思う実行力に期待して本当に再登板があってもいいと思う30代男性無職埼玉県不妊治療の保険適用携帯電話代の値下げ国民のことを考えて行動して実行してくれましたもう一度なってほしい30代女性主婦大阪府 コロナ禍という大変な時期、しかも1年間という短い期間にしては成果を出してくれたと思う今ならどうやって国を導いていくのか見てみたい40代女性パート石川県第3位安倍晋三81票何といっても歴代最長の実績は評価されるべき党内をまとめる力があり外交でも多くに首脳を良い関係を築ける 本当に惜しい人を亡くした30代男性会社員愛知県いろいろ考えても日本のために一番尽力してくれた総理大臣だったと思いますあの方以上の総理はいない50代女性無職埼玉県アベノミクスがどうだとか言われますがなんだかんだ言って安倍さんの頃はうまくいってたんじゃないですか50代女性主婦大阪府第2位 田中角栄、90票日本の骨格そのものを変えられる人物今のままでは日本は危ない50代男性会社経営愛知県ロッキード事件などマイナスなことはあったがあのカリスマ性は現代にも通じるのではないか50代女性会社員大阪府きつ音を克服するなどハングリー精神にあふれる人 今のお坊ちゃん政治家たちに活を入れてほしい、40代男性、会社員、東京都。第1位、小泉純一郎、192票、政策についての是非はともかく、現状を改革するんだという信念と行動力はすごかった。今こそそういう人が必要、40代男性、無職、埼玉県。発信力と決断力。 今のふさぎ込んだ日本を変えてくれそうな期待が持てる、40代女性、無職、東京都。圧倒的な人気を背景に少し強引なところがあったのは確か、しかしそういう強引さも、今の政治には必要ではないか、40代男性、派遣社員、東京都。当時、演説を聞きに行ったことがあるが、人を引きつける魅力がすごい。 岸田さんに足りないのは、そういう人間的なところではないか、50代男性、会社員、宮城県、党内の大反対も押しのけて優勢改革をやりきったのが印象的、信念を持ったこと流行り通す、最近の総理大臣は周りの意見や世論でブレブレになりすぎる、50代女性、会社員、神奈川県。 トップに求められるのは強いリーダーシップ、信念、カリスマ性ということのようだちなみに小泉内閣発足時2001年4月の支持率は読売新聞調べで87.1%など戦後の内閣としては歴代1位なんとも覚醒の感が以下はネットユーザーの反応をまとめたものです小泉 竹中が日本の経済をぶっ壊した張本人なのにこの順位、郵政民営化も結局は外資にいいようにされただけマスコミの情報操作に国民が気づかないといつまでたっても日本の経済は良くならないと思う当然ながら評価が高い人は嫌っている人も多い、賛否両論の人たちが揃いましたね。 近い世代の総理が多い中、50年前のカクさんが2位なのは嬉しいですね。リアルタイムで知っている人はもう少ないでしょうが、政治関連で一番読み返すことが多いのはカクさん関連の本です。それだけ関する書籍が大量に出ているということでもあり、人気の高さが分かります。民主主義というのは、 正しい判断ができる国民がいてこそ、うまく機能するんですよね。小泉にもう一度、総理大臣をやってほしいとか、日本国民は終わってますよね。非正規労働をはじめ、日本をおかしな方向に導いた最悪な人ですよね。非正規労働というのは、ヨーロッパでは違法なのはご存知でしょうか。日本は民主主義が機能する国なのか。 国民が正常なな判断がができないから、国がおかしな方向に向かうのであってこの記事を見ると日本の瞑想は政治家だけの責任ではないように思えるこのアンケート結果を見ると我が国の教育でいかに近代史特に戦前戦後史が軽んじられているかがわかるなぜ石橋丹山の名前が挙がらないのか 彼ほど日本国について真剣に考え行動した人物はいないと思う発病のために首相在任期間は極めて短かったが政治家としては本当に素晴らしい人物で発病しなければ日本はもっと良い国になっていたのはないかと思うあくまでもこのアンケートの結果限定だろうと思いますが123位に共通するのは 政治をイベント化した劇場型政治家で国民から見て評価しやすい見える政治家だったということだと思いますかつて日本の総理になる人の共通条件として漫画になる顔というのが挙げられてましたが一致しているのではないかと思います注目したいのは非自民で名前が挙がっているしかも現役政治家の野田さんではないだろうか 要するに政権交代した後の総理として最も現実的な選択になる人ということあくまで政権交代実現が先だけど政策についての是非はともかく現状を改革するんだという信念と行動力小泉純一郎の政策で今の日本がめちゃくちゃになったことをどう考えるのか信念さえあれば政策よりも姿勢を優先するという。 その発想に歓喜がする。小泉が日本の力を決定的に落としてしまったとんでもない総理なのに、日本の金が欧米へ流れ通って、今でも止まらない状態です。ゆうちょの貯金、保険の600兆円近くがアメリカに,に流れたのにこれがどれだけの力だったのか、取り返しつかないです。 需要代供給証でインフレとなり、需要代供給証に合致する供給を設備開発投資と雇用増加で作るときに、インフレ化と合致する供給を作る両輪で好循環に導くことが第一です。 長年デフレでしたけどもウクライナ戦争でエネルギー食料由来のコストプッシュインフレになりましたそして合致する供給を作れば好循環になりえる状態でして人手不足から賃金上昇の兆しも見えてきていましたしかし貯め込まれる形の所得税減税法人税減税はむしろ景気への逆噴射です そして経団連による消費税増税増への執念も見えます1990年代財政出動や2012年以降金融緩和も1997年2014年2017年消費税増税とため込まれる形の法人税減税でダメにしてしまいました岸田総理に「所得税減税こそ正解です」といった連中がいたのでしょう。 そんな奴に騙されない総理が求められます確かに小泉政権はゲームチェンジャーにはなりうるとは思うが格差社会の張本人でもある経済ブレーンの竹中氏を重用することで労働者派遣業法を改正対象を大幅に拡大することで非正規労働者を大幅に増やしたそれが今日の格差社会を助長している 日本国民が豊かになったと実感できるような政策を立案実行してくれる政権の出現が望まれる中でも各栄さんの先見性が高く評価できると個人的には思います新幹線といい高速道路といい官僚をうまく使いあれだけの巨大プロジェクトを成功させたことはすごい人だと思います 田中角栄こそ決断と実行を貫いた総理大臣だと思う金権政治家と言われてもポリシーは持ってた金権政治を批判してた石原慎太郎さんが田中角栄の人柄に惚れ込んでしまったくらいだからね総理大臣というよりも政治家に興味を持たせてくれたのは田中角栄と石原慎太郎と浜田光一ですね 昔浜田光一さんがお前らのために自民党があるんじゃないかわいい子供や孫のためにあるんだと暴れた映像が懐かしいこのランキングは自分的には岸田政権と変わらないと思う過去の政治家さんたちは総理大臣のうまみも難しさも知ってるだろうけど結局は国民のためよりも自分の地位を守り自分の考えを押し通すタイプに感じる今 総理大臣になってほしい人は政治家の生活より国民の生活を優先し経済が回復してから自分たちのことを考える人過去にも現役の議員にもいないと思ういたらバブル崩壊後にいろいろ対策をし続けてるはず小泉純一郎竹中平蔵のコンビが日本の経済低迷を招いたというのにこの人気の高さ 確かに当時は熱に浮かされていて人気だったのは仕方ないにしても年数が経って改めて評価した上でもトップになっているのだから結局今の日本の低迷というのは国民が選んだということになるんだよね悪く言えば国民はコロッと騙されやすいからそこをうまくつくことができる政治家が人気があるように見えるってこと。 自分が賢い有権者とも言えないけど投票をするときにちゃんとした考えや意識を持って投票するのを考えてほしい。